はい、すごくいい感じで話したんですけれども、容量切れになってしまったのでもう一回話していこうと思います。今日の話はこのコンビニのいい支出っていうところのお話をしていこうと思います。忙しい方、そしてなかなかちゃんと自分で料理を作れない方っていうのは今日の動画が必見になりますのでぜひご覧ください。コンビニのいい支出っていうところのお話をしていきます。前回のお話で質的な栄養失調っていうところによって疲れやすいお体っていうところが作られてしまう。そうなってくると、体がなかなか回復できなかったりっていうところが起きてしまいます。それをコンビニで防いでいこうっていうところが今日のお話になります。これですね、4種のミックスナッツ、4種のミックスナッツっていうところですね。私のこの当院の下にはですねファミリーマートっていうのがあります。ファミリーマート最近いいですね、イケてます。ファミリーマートすっごいイケてて、最近とても気をつけてですね、こうやって食塩とか油の不使用っていうところに気をつけていたりとか、こういった割と健康的な食品っていうものが少しずつ置かれるようになってきました。こういったものの、需要が増えてるんだと思います。女性がいろいろ気をつけるようになってきたりとか、それに伴ってこういった供給が増えていくと、社会全体も健康になっていくかなと思いますので、すごくいい傾向だなと思います。ただこれがなかなかこれだけじゃあんまり食べれないとか嫌いっていう人が当院の患者さんにおられましたので、それの解決方法も今日はお伝えしていこうと思います。確かにですね、このミックスナッツとか慣れないとあんまり美味しくなくてですね、まあ口の中でなんかグニグニしますし、僕も慣れるまでは美味しくないかなと思ってましたが、慣れると美味しいんです。慣れると美味しいんですが、もっと早く慣れさせていくためにはこんなのもおすすめです。5種ミックスナッツ&フルーツとかですね、素材の風味豊かなアーモンド小魚っていうものも売られています。こういったものを混ぜて一緒にミックスして、ミックスナッツ的な形で取っていただくのもいいかなと思います。まあ、ただ注意点はいくつかありますので、これも聞いておいてください。ちゃんと、このドライフルーツにはですね、何が一番多く含まれているかというと、こういうものって、含まれている順番に原材料として書かれていると思ってください。この見た目だったら何が一番多く含まれていると思いますか？カシューナッツとかアーモンドとかって結構多く入ってそうじゃないですか？違います。見ると一番多く含まれているのは砂糖なんですね。その次がレーズンです。その次にアーモンド、カシューナッツってきます。一番多いのは実はこの中で言うと砂糖なんですね。大量の砂糖を使って甘くしてなんとか食べさせるようにしているっていうのがこの商品です。まあ、それは需要と供給の問題なのでしょうがないと思いますが、これ見ていただくと、この糖質っていう部分ですね、 32.1g っていうふうに書かれてます。結構な糖質が含まれてると思ってください。結構な糖質が含まれてると思っていただければと思いますので、これを摂りすぎてしまうと、結局は糖質過多になってしまいますよっていうところが一つ注意点として挙げられていきます。こっちに関してはそれほど、糖質だったりっていうところはさっきのに比べると多くはないかなと思っていただいてもいいかなと思います。一番最初に入っているのがアーモンドだったりっていうのをしますので、まだマシですね。で、このまた栄養成分表示っていうのを見ていただければと思いますが、これですね、この中にエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物って書かれてます。この中の炭水化物っていうのが、大体が糖質だと思ってください。意外と知らない方多いんですが、炭水化物っていうのは脂質、糖質と食物繊維っていうものに分かれてます。糖質と食物繊維ですね。食物繊維は体にとってまあいいものですし、とっていいんですけれども、もう一個食物繊維と糖質っていうものが合わさって炭水化物だと思っていただければいいので、あれはですね、うまいことごまかしてると思ってください。はい、うまいことごまかしてると思ってください。炭水化物とだけ書かれてるものはこの辺をちょっと曖昧にしてる、ちょっとごまかし商品
だと思ってもいいかなと。この糖質っていうものも多く含まれている場合も中にはありますので、そこを注意していただくのが、ああいう成分表示の見方になります。それちょっと注意していただくといいですね。こういったものを取っていくとオメガ3っていうものが多くなります。オメガ3っていう炎症を抑えるようないい油が取れていきますので、こういったものから、少しずつ置き換えていくこと、例えば甘いチョコレートとかが好きな方はこういったもので少しずつ置き換えていくことが、体の疲れにくい体を作っていくためにものすごく重要になっていきますので、ぜひ参考にしてみていただくといいかなと思います。また分からないことあればコメントいただければと思います。本日は以上になります。はい、はい、YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目カウンセリングが無料、3つ目お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。